実年齢より老けて見られる。年々体や体力の衰えを感じる。何やっても痩せにくくなった。腰、股関節、膝も常に不安定。実はこれ、放置。ほんま、飽きません。これ、そのまま放置すると、将来、急激に吹き込むタイミングで、一気に老化も加速し、周りの同じ年齢の方よりも、老けて見られたり、体力や元気もかなり落ち込んだり、内臓脂肪、中性脂肪も蓄積し、内臓も壊し、免疫力も落ち、病気にかかりやすくなったり、腰痛、股関節痛、膝痛はもちろん、骨の変形まで発症し、早期段階で寝たきりになる可能性まである。そこで、今回は、ノブ先生の考える、寝ながら3分、老化を早める本当の原因を取り除き、周りより若々しくなる6つの専門的なズボラ菌を狙って、今回の症状をすべて取り除き、トータルで体全体の悩みを解消するセルフケア教室のギアです。これ実際に嬉しい報告ももらってて、周りの方より若々しいとよく言われるようになった。短い時間なのに5キロ、8キロ、10キロ痩せた。腰、股関節、膝の痛みもなくなった。体脂肪率や中性脂肪の値も減った。血圧下がったり、血液検査の数値も正常値に戻ったなど、ほんま紹介しきれんほど嬉しい報告めちゃめちゃあって、みんな報告やコメントもありがとう。なんで価値ある内容やから最後まで注目してみてちょうだい。実はこう見えて本も出版し、その出版特典や概要欄に友達限定であなた専用のセルフケアをチェックするプレゼントもあるから、これもチェックしてみてちょうだい。どすこい、セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。ちょっとぐらい戦ってようと思ってる皆さん、実は相撲をやって腰ヘルニアも発症し、歩けんと太ったまま引退しました。そのボロボロな体も復活し、他のいろいろな悩みも解消した技術とセルフケアを教えるから、一緒に解決しや。なら結局どうすんねんということで、格闘家整体師ノブ流の解消する流れとしては、自分の体を守るのは自分自身やから、知識つけるためにも聞いてや。実は急激に吹き込むタイミングがあって、このタイミングは34歳、60歳、78歳で、このタイミングに体内の炎症レベルが高いと、急激に老化が加速し、他のいろいろな症状まで引き起こします。この炎症を引き起こす原因として、免疫力の低下と筋肉の中にある脂肪が多ければ多いほど炎症が蓄積し、慢性的な腰痛となり、年齢のタイミングに重なるとより症状を悪化させます。その慢性的な炎症レベルを下げる専門的な筋肉があって、特殊な方法でないとなかなか単独で狙えないズボラでサボる筋肉で、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラ筋をちゃんと狙って動かせないから、免疫力も下がり、慢性的な炎症になり、他のいろいろな症状も引き起こす隠れた原因になります。そこで今回の専門的に狙うズボラ筋は6つ。でもこの体操のエクササイズは寝たまま3分で誰でも簡単にできるから安心してください。そのズボラ筋2つ目、肋骨背骨骨盤、内臓や体幹を支える筋肉の腹横筋。ズボラ筋2つ目、背骨骨盤股関節太ももの内側までつながり支える腸腰筋。ズボラ筋3つ目、膝の外側から小指側までの足首までつながり支える腓骨筋。ズボラ筋8つ目、膝内側から親指側までの足首までつながり支える、ほう脛骨筋。ズボラ筋5つ目、足の裏から小指側までの足首の指までつながり支える、腸趾内在筋。ズボラ筋6つ目、足の裏から親指までつながり支える、母趾内在筋。このズボラ筋を専門的に単独で狙って動かし働かせます。結果ズボラから卒業し、動いて働くから背骨骨盤股関節膝足首足裏まで矯正し、下半身の筋肉も正常化し、代謝も上がるので筋肉内の脂肪も取り除かれ、内臓脂肪中性脂肪も減って、肝臓に蓄積した余分な脂肪も取り除かれ、肝臓も回復し、老廃物や血液を解毒分解できるので免疫力も上がり、慢性的な炎症も解消し、老化を遅らせ若返り、病気にかかりにくい体にもなる。ほんでズボラ筋は関節を支え矯正する筋肉でもあるので、腰痛、股関節、膝痛はもちろん、骨の変形の打骨神経痛、脊柱管狭窄症、変形性股関節、膝関節症も解消し、寝たきりリスクも下げて筋肉の働きも正常化させます。結果関節の隙間を通る各部のリンパ節も蓋をバカーッと開けたように開通し、全身の老廃物や有害物質を回収運搬させ、機能回復した肝臓に再度戻され、解毒分解され、また全身に運び、生産リサイクルを促進し、栄養となる血液と酸素まで全身にブワーッと運
ばれるので、さらに若々しい体も手に入ります。ほんま、ズブラキンほっといたら、えらいこっちゃっしょ。それでは、脳が今日はここら辺で、早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。はじめ！まず最初にチェックしますね。お腹の硬さ見ましょうか。おへそ周りのところをね、このようにぐーっと押してみて、上とか下とか横とか触ってみて、じゃあ硬いとことか気持ち悪いとことかない？これ痛いとか違和感あったりとかしたら、リンパも詰まってやっぱ内臓もね、支えにくい体になってる。次に腰の柔軟見るね。前にどこまでいけるのか、後ろにどこまでいけるのか。次に体もこうひねってみて、左右差あったりとかしたら、なんかあかんよ、これも。で、横にもこう倒してみて、この時ボキボキなったりとか、左右差あったりしたら、これも結構歪んじゃってる。次にね、ふくらはぎの硬さ見てみて、終わった後めっちゃ柔らかくなってるから。次にね、おへそ周りからこうやってウエスト周り測ってみて、これも凹むからね。次に息もね、はーっと吐いたり、スーッと吸ったりしてみて、この呼吸もめっちゃ変わるから、酸素取り込めるようになるから、よりやっぱ元気になんね。では、つぶら筋一つ目。まず、片足の膝を曲げます。次に、曲げてる膝の反対の手を真上に向けます。そして、伸ばしてる方の足を伸ばして、このように内側に向けます。そのままの状態をキープしたまま、まず、伸ばしてる方の足を、このように反対の足に当たるように、ぐーっと押し付けていきます。そして、押し付けたら、手のひらを上に向けてる方の肩を、このように真下に、ぐーっと下げていきます。そうすると、脇腹のところに力が入りますので、これを繰り返していく。こうやって内側向けてね。で、締める。で、締めたまま、ぐーっと下げる。これね、これを繰り返していく。みんないけるかな？大丈夫？じゃあ行こっか。行くね。そう。内側にね、反対の足にぐーっと当たるように、太ももが反対の足当たるような感じでね。で、じわーっとこのように下に下げていきます。そうです。はい。ぐー、じわーっと当てて、じわーっと下げていきます。この時首をぐーっと下げたらあかんよ。肩が真下に下がる感じね。はい。ぎゅーっと押し当てて、さ、ぐーっと。大丈夫？ゆっくりでいいからね。焦ってやる必要ありません。じわ、じわーっとね。そうです。じわーっとやってから、じわーっと。そうです。じわーっと当ててから、じわーっと下げていきます。そうです。じわーっと当ててから、じわーっと下げる。じわーっと上げてから、シュワーッと下げる。はい、オッケーでーす。では、反対も同じようにやっていくね。まず片方の足を曲げてもらって、伸ばしてる方の足を伸ばして、内側にこのように向けます。次に足伸ばしてる方の手を真上の方にこのように向けときます。そのままの状態をキープしたまま、まず足をこのようにぐーっと反対の足に当たるようにぎゅーっと閉じていきます。押し続けたまま、肩を今度はぐーっと下げていきます。そうすると脇腹のところに力が入るので、これを繰り返していく。みんな一品やったからいけるかな？じわーっと当ててから、じわーっと下ろすね。じゃあいくよー。はい。じわーっと当てて、じわーっと下ろす。そうです。じわーっと当てて、じわーっとね。みんな息止めてない？大丈夫？そう。じわーっとね。じわーっと。みんな一緒に、そう。じわーって言ってから、じわーっとね。そう、そうすると勝手にね、息止めようになるから。そう、じわーっと言って、じわーっと。そう、みんなうまい。じわーっと言って、じわー。そうです。はい。じわーっと言って、じわー。もうちょっと、はい。じわーっと言って、じわー。はい、オッケーでーす。一気にポカポカしてくるね。では、ズボラ筋二つ目。まず最初に、両方の足をこのように曲げます。次に、片方の足の足をこのように伸ばしてもらって、足の指を内側に向けます。そして、足の裏を反対のすねのところにつけてもらって、このように上下に吸っていきます。そうすると、お腹の前、股関節の前のところに力が入りますので、これを繰り返していく。これ結構ね、膝曲げすぎる方がいるので、ちょっとね、90度よりか、少し足伸ばしておいてください。それぐらいの方がいいです。で、吸っていくね。で、この時足反ってる方いるんで、軽く指握っておいてね。じゃあ、これならいけるかな？大丈夫？じゃあ、行こうか。じゃあ、行くね。はい、行きまーす。そう。言った。そうです。意外にこれね、楽勝や思ってない。でもね、これね、10秒ぐらい過ぎるとね、あら、意外にやるじゃないでございますか？みたいな感じでね、結構効いてきますよ、これ。でね、お腹の前、股関節の前のあたりぐらいに力が入ってくる。そう、みんなうまい。そうね。これ、ね、結構これみんな早くする人おるけど、もっとゆっくりでいいからね。そう。全然ゆっくりでいい。結構わーって煙が上がるぐらいやるけど、もう全然ゆっくりでいい。無理はしなくていい。そう。できる範囲でやる。これが一番いいからね。そう、みんなうまい。もうちょっとね。はい。よいしょ。はい。はい。はい、オッケーでーす。
です。では、反対も同じようにやるね。まず、両方の足を曲げます。そして、足を伸ばして、足の指を内側にこのように向けます。で、軽く指握っておいてくださいね。そして、足の裏を反対のすねのところにつけます。そして、結構これ、膝曲げすぎてる人がいるから、90度よりか、ちょっと伸ばすぐらいにしておいてね。で、この状態で、上下にスリスリしていきます。そうすると、お腹の前、股関節の前のあたりに力が入ってくるので、これを30秒間繰り返していく。みんないけるかな？じゃあ行こっか。行くね。そう。よいしょ。はい。そうです。ゆっくりでいいからね。全然早くしなくていい。ほんまね、早くしても何もいいことないからね。頑張ってやってくれるのはいいんやけど、無理したら続かへん。やっぱね、続けるっていうこともね、大事な一つになるから。だから無理せんようにやるっていうのが大事。そう。みんなうまい。もうちょっとね。はい、もう少し頑張って。ね。意外にきつくなっていったでしょ。そう、もうちょっと。よいしょ。はい。よし。もうちょっと頑張ってね。そう。息止めたらあかんよ。そう、インナーうまい。よいしょ。はい。はい、オッケーでーす。では、ズボラ筋、三つ目、四つ目は同時にできます。まず最初に両方の足を伸ばしてもらって、足の指を軽くでいいですよ。軽くだけ握っときます。次に、足の指をこのように外側にこうやって向けます。で、向けたら、軽くこのように足首をぐーっと伸ばしていきます。そうすると、両方のすねの外側のところに力が入るので、入ったら、今度は足の指を内側に向けます。で、さっきと一緒ね、じわーっとこのように伸ばしていきます。そうすると、今度は両方のすねの内側のところに力が入るので、これを繰り返していきます。みんないける？いきなり足つったっていう人おるやろ。これ、足首とか足の指、この後足の指やるんやけど、これ弱い人相当足つるから、最初はつるけど、頑張っていったらほんま辛いようになるから、だから無理したらあかんよ。ほんま辛いようになるけどね。ではみんないける？軽く指握ってもらって、まずそう、外ね、外に振ってから、じわーっと伸ばす。で、今度ね、一緒。今度ね、内側に塗ってから、じわーっと伸ばす。みんないけるかな？つらん程度にやってな。じゃあいくよ。はい、まず外ね。そう。じわーって伸ばす。そうです。はい。内側で、じわーって伸ばす。そう。で、外側。で、じわーって伸ばします。そう。で、内側。じわーって伸ばします。みんなうまい。そう。できるだけ振ってね。そう。んで、じわーって伸ばす。で、できるだけ内側にも振って、じわーっとね。そう。じわっと。そう。じわーっとね。つってない？大丈夫？無理したらあかんよ。そう。じわーっとね。はい、外。はい。じわーっと。そう。内側。じわー。はい、オッケーでーす。無理したらあかんよ。大丈夫？では、ズボラ筋5つ目、6つ目も同時にできます。まずね、両方の足を曲げます。ほんでね、かかとは動かさないで、まず足の指を外に向けます。振ったら指をじわーっと握っていきます。そうすると、小指側の足の裏のところに力が入ります。で、入ったら今度は足の指を内側に向けてもらって、じわーっと握っていきます。そうすると、親指側の足の裏のところに力が入ります。これをね、30秒間繰り返していく。これならみんないけるかな？大丈夫。で、結構これね、膝、だいたい90度くらいでいいけど、もっと伸ばした方がやりやすかったら、伸ばしても全然構いません。じゃあ行こっか。じゃあ行くね。そう。外にやってから、じわーっと握る。そうです。これもね、する人いるけど、もう画面越しでみんな、ムンムン言いながら頑張ってるから、一人じゃない。でもね、無理したらあかんよ。さあみんなうまい。じわーっと握るね。そう、内側も、じわーっと握って。そうです、外側も、じわーっと握る。そうです、内側、じわーっと握って。そう、みんなうまい。そう、じわーっと握る。そうです、はい。じわーっと握って。もうちょっとね、はい。じわーっと握る。そう、はい。じわーっと握って。そうです、はい。じわーっと握る。はい。はい、オッケーです。ほんま、無理したらあかんからね。ほんで終わったから、もう一回チェックするね。まずこう、おへそ周りのところから、こう、お腹ぐーっと押さえてみて、じゃあ、さっきよりか、めっちゃなんか柔らかくなってたり、違和感とかなくなってるやろ。次に腰の柔軟ね、前にどこまでいけるのか。ほんで、後ろにもどこまでいけるのか。で、横もこうやってひねってみて、さっきよりかめっちゃ行きやすくなってるやろ。で、次横にも倒してみて、横にもめっちゃ行きやすくなってない。次に、ふくらはぎ見てみて、ふくらはぎもなんかめっちゃ柔らかいやろ。プリプリしてない？プリプリ。そしてお腹周りね、おへそ周りからこうやって測ってみて、じゃあこれも凹んでるから。次呼吸ね、息、はーっと。
と吐いたり、スーッと吸ったりしてみて、めっちゃ吐けるし吸えるようになってるやろ。そして、このエクササイズ後に合わせておすすめの肩甲骨剥がしで、さらに老化予防して痩せる方法もご紹介しますので、最後まで注目してみてちょうだい。これ、寝たままできるし、正確にはたったこれだけ、めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった3分の行動力、これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんま、セルフ健康貯金してな。みんな、ここまで注目してみてくれてありがとう。その生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の励みになりますので、応援よろしくお願いいたします。ここでお話していた今回のエクササイズをすると、柔軟性も上がり、関節の動きも安定するので、後におすすめな肩甲骨剥がしで、さらに老化予防し、痩せるセルフケアを一緒にやって、もっと健康貯金しましょう。あと、概要欄に友達限定で、あなた専用のお悩みに合ったセルフケアは何かを簡単にチェックできる方法を無料でプレゼントしてるから、これもチェックしてみてちょうだい。なんでさっきの寝てるままね、続けてもらっても構いません。まず手の甲を下に向けてもらって、斜め前の方に腕をこのようにぐーっと振ります。次に手のひらを上に向けてもらって、後ろにこのようにぐーっと振ります。これをね、繰り返すだけ。なので手の甲下で、前、後ろ、こう。こういう感じね。これを繰り返すだけ。これをすると、さらに筋肉内の脂肪も燃焼し、背中の痩せ細胞も活性化し、痩せて姿勢も改善するので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた概要欄のプレゼント特典もチェックして、また次回お会いしましょう。これね、両方やってねー。